どうもどうも井上でございますミルクサッカーアカデミー、見どころから今日こちら、ドンでたー。J1、J2、J3、第2節、ダントツデータとして、視覚がいい選手。<laughs> いやいるでしょう、いるでしょう。いや、真ん中の方はもうね、言うまでもない感じでしょうね、これは。そ <laughs> うでしょうね。4ゴールなんてなかなか決めれるもんじゃないですから、ね、そうですね。えー、かもっと輝いて見ちゃいましたね、うん、ジャーミンさんは。 本当ですよね。はい,はい。っていうことで、うん、ええちょっと今日もね、10人ほどをまあ10データほど持ってまいりましたので、はい、どんな選手、どんなデータが出てたのか皆さんを見ていただければと思っております。お願いします。皆さん、やってますチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい。お願いします。ということで10人いきましょう。まず1人目、今ちょっともう出しちゃったけどこの人。うん、はい。まあ正直、もうジェイマス実実力も関係なくダ単独 MVP でしょうね。まあ、そうですよね。 全世界の MVP だと思いますう考えてもジャーーーメインン両選手、えー、川崎フロンターレ選手4ゴールを記録世界のデータマンのパソコンがうーん,うーんってなってるわけでしょ <laughs> るなるねすござい月だぞます、あ。そうなんですよ。で、うん、まず、あ、実はジャーメイン君って、2018年の仙台とあと2022年のジュビロイバタで、はい、年間3ゴールだったんですよ、マックスが。 おぉ。え、じゃあいきなり、一試合でキャリア入ってことですかキャリア入ってータル。いや、すはいですね、なるほど。ほうほうほう。すごいこと。ジャーメイン、超ですね、じゃあ。ね。量でも優でもなく、超ですね。はい。そうだね。ただね、これ、もしかすると、ジビロサポとしては、ちょっと苦笑いになっちゃう可能性も僕はあるのかなと思っていて、あの、去年ちょっと思い出していただきたいんですよ。うん。 昨年の4月だったと思うんですけど、町野、うん、選手が4ゴールガンバー相手に決めて勝った試合あったじゃないですか。あの週末明けた週明けの月曜だか火曜にヨーロッパから問い合わせあったんです。<laughs> 嘘で,しょで、しょあと伊藤遼太郎君あ、はいあの、去年やっぱり4月だったかな、うん、アビスパ国歌戦であの後半だけでハットトリックみたいなことをしたときあったと思うんですけど。 あれも週明けの月曜とか火曜だかで連絡来たので、ああ、もう m 1取った時みたいですね、こ,れねこんな感じですね。なんで、4点取って、だってあの速報データから公式データに変わるのがその月曜とか火曜のタイミングなんですよ、全世界にこう発信される。それをいわゆる全世界のデータマンが見て、はーはー各チームに伝えて、こいつ欲しいぞってなるのが、多分そのタイミングだと思うので、もしかすると、この動画が出てる月曜とか火曜とか水曜とか、そこらへ、うん。 もしかすると、チャーメン人にはそういう話が来てるかもしれない。いや,いやいや、完第1話で輝いたキャラクターを何もってことしてるいで他のドラマに。<laughs> はやめてくださいよ。まあ、あくまでういいことなんですけどね。<laughs> あったんだから、そういうことがね。は,あはあ、はあ、なるほどね。あ、はい、ていかことがあります。はい、はい,はい,はい、はい。そして、えー、続いて今度、2人も見ていただきたいと思います。うん、この人、すごかったね。第2節の走行距離1位どころか。はいはい、はい。 アビスパ公岡岩崎優斗選手でございます、はあえー、14.009キロ。いやー、はいはい。これ、新時代の前プレスってことですよね。そうですね。もともとね、まに14キロ超えたのって、実はマリン、うん、旧マリノス勢というか、うんはい、マリノスの最適者の西村選手、当時、和田拓也選手しか超えたことがなくて、うんうん、それ以外では初めて超えたってこともあった。 漢字が間違ってるね、今ね、これね。はい,はいはいはい。はい、14キロ、54記録だね。はい、あえー。ということになりました。シティフットボールグループが目つけてるんじゃないですか、もうこれ。ははははは。<laughs> <laughs> いやでもそうでしょうね、あのあ<ー>岩崎君はすごかったのは、フレスするタイミングとこれ、ベルディの染野選手とかもそうなんですけど、それぞれがこう声かけるような形が動くことで、全体がフォーメーションを可変することとかにもなっていて、それで相手マリノスにこうプレスががっとこう向かっていってたってところもあるので、うん、得点、スプリントだけじゃなくて、その走行距離でもがんがん追うってところで、でも彼は大貢献していたってところは間違いなかったかなと思います。素晴らしいいプレイヤーですね、はいうん そしてもう一人、福岡からこの人もねやっぱり表彰したいというか、いいデータでした。これ、うん、キーパー、長石拓実選手でございます、うんえー。22本マリノスにシュートを打たれ、うん、で枠内に5本打たれたものを全部止めました。うん、これはやっぱり勝利の立て役者の一人と言って、これも過言じゃないでしょう。ああ、そっか。すごい。これはすごいね。だから、シュートに、にそもそも枠内には5本かもしれないけど。 まそもそもシュート自体は22本打ってるのでその中には本当は爆弾に打とうとしたんだけど中井、うん、選手がいいポジショニングしてるからギリギリのところを狙わなきゃいけなくて外れたっていうものもあったと思うのでもう中井選手のおかけてやっぱり無失点だったってことは間違いないんじゃないかなとか思います、ね、はいこのデータもありましたパーセントすごいですねす、はい、いよね、うん、そして4人目こんな人いきましょう2週連続になりましたとオーセーフはい えー、エアバトルデュエルキングということでげさせていただきます空中戦24回やりました。うん、これはあの、まあ、実は空中戦多いよねっていう人でも大体10回です。ああ、なるほどね。倍以上1試合でやりました。はい、ほぼはちゃんでと戦ってました、名古屋の。<laughs> はい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 。オセフンとはちゃんで。同国対決同、ね、国対決ですね。はいへ でだからでもやっぱあれだね、今ね、まずあの空中戦キングが J1 の中でこのオセフン選手で、キーパスとかそのシュートにつながるパス、いわゆるラストパス提供ランキングだと第1位が、うん、やっぱり同じくゼルビアの鈴木純也選手なんです。はい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 。わかりやすいね、ロングスロー、コーナーキック、フリーキック、全部鈴木純也なんでなるほどね鈴木。オセフン、ドン はあはあははあ、ちょっと山田のスタイルってことですよね。うそういうことですね。はいはいはい。これがまあ、効いてるとって感じだから、まずだから皆さん、これを注意しなきゃいけないんだけど、名古屋はそれを注意、警戒しすぎて、愚痴よしのさがあまりその愚痴よしのさが決めたって感じでしたから、ね。やっぱ A 面が強すぎて、やっぱりそこをケアしちゃうってことですよね。うん、B 面も効いてくるってことですよね。よねええー。今、今、俺、思えばなんだけど、はい、俺、ゼルスクさんにその去年かな、去年こう一昨かおととしから黒田監督が就任したっていうふうになるときに <laughs> はい、はい あの黒田監督って青森山田でどんなデータを残したのかって、くれでこ、ねま、の中で数年間分ぐらいの山田のセットプレー見たんですよ。なんかそれちょっとこれ作りながら思い出してて、うん、あそういえばって思ったのが、うん、やっぱこのおせふんタイプの選手が出てくる年ってのは、うん、何回もここでせふんが型の選手にこう何回もボールを供給するんですけど、それやってると誰か開くんですうんなるほど。これは アマチュアとか学生サッカーでも、はい、プロでも、やっぱそれだけ同じこと継続して続けてたら誰か開くってのは変わら,変わらないんだなというのが。ストレート早いからカーブ効いてくるみたいな。そういうことなんでしょうね。これはすごいなと思います。なるほどね。はい。はい。 そしてて続いて今度こちらでご昇格組すごいなって話になりますけど、うん、昇格組、岩田、町田、えー、ベルディからそれぞれも出てきたって感じなんですが、今度は裏合わせで得点を挙げた木村雄大選手でございます。初めの選手と2人だったんですけど、プレス成功数がれれ最多ということで出てきました。うんうん これ、あの、相手がね、前進するパスとか、あとは、ドリブルしながら前に行こうみたいなことを、まあ、止めた回数と思っていただければいいんですけど、それが、まあ、目の前にいた選手が、まあ、1回、2回とこう、記録されていくことになるんですが、いわゆる木村選手、染野選手が、だから、浦尾の前進を最も止めていたっていうことで、まあ、チームで一番の記録になってたよというところがやっぱり、あの、4、4、2ですよね。はい。 えー、ガンガン止めるっていうところは、まあ、さっきの福岡もそうですけど、うん、まあやっぱり相手チームに出して、すごく効いていたというところはあるほど、ね、やっぱこういう主君者が前にいる、うん、プレス主君者がいることで、チームがちょっとうまくいくっていう、だからこれがね、うん、442の今、ってる理由なんですねそうでしょうね。うんうん、ただね、まずはちょっと皆さん、そしてベルディーの皆さん、そしてあとモンテリオ、山形の皆さんにちょっとお伝えしてた、はいはい、い,いっぱい呼びかけいはい <laughs> あのね、<laughs> うん、この試合、浦和ビルディー戦の日の朝だったかな、出たのが、うんうん、去年、えー、山形に在籍していたチアゴ・アウベス選手が、どうやらベルディーに加入することがどうやら決まるらしいって話がか上がったんです、へーほ、はいほ、はい。俺、まさこれで一つ、あなるほどなと分かったことがあって、なぜ獲得したのかという。染野君も、この木村君も、はい、あと。 2>, 2試合連続右ウイングに入ったら山田風紀君はいはいはいわかましたではいジーはい,ないかなあはいはいはみんな。はい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 はなはい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 もいは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 いンいは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 いか？いは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 のはい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 はなといは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 いい うんど何試合ぐらい出てなくなるんですか、パリ、あ<の>と結局、うん、結局パリオリンピックまで行くってなったら、事前準備含めて8試合から10試合うんいなくなるので、なるほどね。こりゃ1人取るよね。でもあれですよね、チームから1人っていうのは絞られてるでしょ チームがね、一応三3人がバックスです。あいや、そういうこともある。怖っ。そう。はあ<ー>。だから、ベルディは1人、2人、ね。でも、それで、例えば、後々売れるとかっていうふうになるのであれば。だしね、そうだね、集客も見込めるし。はい。なるほどな。ね、これだけベルディ、今、集客できるチームにもなってますから、やっぱスター選手を作りに行くってことも大事なんじゃないかなと、僕思います、ね。なるほど。でしかも、守備で呼べるって、すごくないそうね。そうね。う から後半も行きましょう、今度は京都でございます、地上戦ディフェンススペシャリストを書かせていただきましたが、金子大樹選手でございますい。前日は川崎の三浦颯太選手がここに該当してるんですけど、地上戦デュエルが13回やって、そのうち11回勝ち抜いたっていうところですからはい 13分の11だってもう8割9割なもんなので、相当勝ったよねこれはすごいな、すごいですよね、これはすごい、いましたよ、でもう一人ちょっと似たような感じでありまして、今度フロンターレ、大南拓磨選手でございます。はははいいいナンバーワンのタッチ数、プレー関与数、パス数ってことで、タッチ数で一番分かりやすいですけど、ボールに151回、触りいはいはい 大体90分出る人ならセンターバックでも大体670回ぐらいなので、150か、うん、な,な、クレーも僕、ちょっと見てみますけど、やっぱ前半に関しては、これ結構、ビルドアップうまくいかなくて戻してたっていうタッチも多かったんじゃない、うん、そうだと思いますね、だから大南選手がまあそれで戻って大南選手に行って形はあったかと思いますけど。 だから、大湊選手にまあだからこれからがもし代表までこう目指していくんであれば、はい、もうフロンターレ前線の皆さんがいろんな形で動いたりだとかしてるっていうのは間違いないのでどこが最適解かってこあれだけ一方的にやられてるところから、ね、追いつくところまでいったわけですからね。すごいよね解決策を見出したという、うん、ある種そういうとこもあるわけですよね。あと今度、車い選手とかもこう怪我から戻ってきたってなったら大南選手はサイドバックで、うん、起用できるんですか、ね いろんなタイプでね、これからも活躍があるんじゃないかと思います。そして8人目、今度こちら、J1 ラストになるんですが、頑張った古賀太陽。クリアだけで相手の攻撃を15回跳ね返しました。まさにいいセンターバックでも大体3から5回です。ええ15回はい、で。神戸戦ですよね。神戸戦。勝利に貢献ってことですね。大貢献ですよ。はさすが。レイソルの太陽。 すごいねあ<ー>あの先ほどの木村君とかもそうなんですけど、だ基本的に攻撃するチームって、だい,たい100回、150回ぐらいなんですよ、攻撃の前進するあそういういことですかはいだから、これ、この木村君と染野君で2人で約50回止めたんで。うん ね、相手チームを2人で3分の1攻撃回数あの減らしたみたいな感じでしたから、うん、だし、大アタッキングサードとかに到達するのも、うん、わざ大体ね、15回から20回ぐらいなんですよ、そもそも。そえー、そうなんの試合でペルティごめんなさい、ペナルティエリアか。それぐらいしかないんですよ。といことは、そのうち15回、古賀君だけ跳ね返したんでしょすごいな。やばくないですね <laughs> すごいよ。ねまあ結構あれですもんね、神戸は掘り込んでくるとか、大迫選手にって、あと神戸のそのね、エリア内大迫数が多いから、エリア内大迫バトル跳ね返し数っていうことでもあるわけだね、これは。ああどれだけだから、古賀太陽選手が食らいついて、それに貢献になったのかってことがある分かる数字なんですね。はいはいはい、素晴らしい。相手は J1 でございました。そして J2 からも、ちょっと一人紹介したい選手がいるので持っていきたいと思いますと。 ちょっと千葉には大差で敗れてしまうことにはなったんですが、うん、え藤井田の大卒ルーキー、中京大出身のルーキーではあるんですけれども、うん、えバ、まあ、さん、ドリブル突破回数が8回、はいで、クロス成功数が7回という数字を出していまして、大体これもあのオフェンスの選手だったら、ドリブルの突破って2回から3回あったら、うん、いい方のレベルなんですよ。 それが1人で8。はい、で、プラスクロスの成功数も7。これもクロスだって基本、あの試合内で1回から2回成功すればいい方のレベルなんで、ちょっと断トツも断トツだったんじゃないかなと、はい。って藤枝が、まあ、藤枝であるためにっていう仕事をできてたってことですかそういうことな、はいうんだけど。しかも、まずこれ1試合って話しましたけど、実は、うん、あの後半からの投入なんですよ、永田く、うん。 45分間だけでやったので、ちょっとだから、あの、4年、そう、4年前で言う、なるほどね。チームとしては相手に傷つけて、傷になかったという塩を塗り込んだ形なんですね、これは。っていう。まあね、ちょっと04で破れてしまったってのはあるんで、ちょっとあれですけど、今後の期待したいところかなと。なるほどね。しっかり数字は残してますよということですね。 そしてもう一人、ちょっととんでもない人がいたので見ていただきたい。もう僕、同い年なんで大ベテランですけど、うんえー、木山晃平選手、はいはい、G3 からでございます、ギラバンズ、北九州に今年はね在籍してますけども、も、はいえー、この2試合、開幕してから2試合で、うん、木山選手、実はですね、はい、アタッキングサードにパスを送った回数ってのが、2試合で31回送ってまして。うんうん これ、なかなかで何って思われるかもしれないですけど。はいはいこれ、ボランチの位置からってことですね。えー、ボランチの位置からですね。はいはい、これ、ちょっと違う動画で話したことがあるんですが、はいあのー、今、浦和にいるあの、グスタクソン選手。はい。去年の,あのスウェーデンだったかなのリーグと、うん、あと、ヨーロッパリーグで、このアタッキングサーダのパスの供給数の供給数が、ダントツナンバーワンだったんですけど、はい。それが一試合平均15回だった。うん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 。 彼が今、そのレベルにいる木山さん<ー>大体だから平均って10回とかが、はい、あの年間やってリーグランクの1位クラスなので、1試合10回程度とか、はい、ちょっとだから、結果の人の1.5倍から2倍ちょっと供給できるレベルになってるので、これ、相手は岩手でしたね。今回はそうでした、ね、岩手戦の展開が理由なのか、それとも何か北九州がやり方変えてきてるのか、それとも覚醒しているのか、うん、木山さんが。 と、木山選手がちょっとやりたいこと今やれてる状況じゃないかなと思うので。じゃ、実、はい、に全体的に木山選手から放たれるパスに、ラバンツからしたらも注目してほしいし、うん、相手注目したらちょっとそこをね、えーえー。気にしなきゃいけないところはあると思うので。見どころいうことですな。はいはいはい。思います。はい、ということで、今日、今回のデータの話でございます。これはもう、のみちゃんならではデータ話ということで。ありがとうございますね。これ、次節の注目ポイントでもあるわけですよね。<laughs> そうです。 メーションのねバトルといいますかトレンドはどうなってるのかみたいな話も含めてねいやこれ毎日ね勉強させていただいてますよこれは面白いでございますということでまだ全部はねきっと見れてないと思いますから皆さんねこれを数字逆算でんか打損でね振り返っちゃおうかなっていうのもありかなっていうこれは90分見なさいよっていうあれで言うとどこですか いやー、でもやっぱりちょっと見たくなるのはあれだよね。ねまあ、やっぱりフロント、あれだね。そうだね。ななあそうですね、確かにね。ドラマもありましたし。あれは結構みんな見たかな。うね、どうでしょうね。はい。ですね。はい、あとはでもマリノス福岡とかもやっぱり面白かった。<laughs> 今も金銭にしがちょっととんでもなかったの。うーん,ん,、うん、なるほどね。はい。やっぱりテンション高いのかなっていうところもありながら。はい。分かりましたそうですね。さ、はあ、い。 はい。出場し,してまいりましょう。ということで、まあ、オリンピック選考みたいのもちょっとね、ありますから、その辺もちょっと見ていきたいと思います。すね、今日もわかりました。楽しかったです。ということで、ミルわかまえちゃってました。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。井上、参りございました。どうもありがとうございました。じゃあ、ね、またね。また,ねまた次回。